どうも、このまるです。キータルです。じゃあ今日はスカイハイ社長のリアルサウンドの記事について話していきます。まあ今回の記事はね、スカイハイ。 会社の成長の可能性を閉ざすというね、音楽業界の CD ビジネス依存への危機感と BMSG の改革っていうタイトルで、4月16日にね、公開された記事なんだけど、社長はね、4月15日にあの企業発表会の動画も公開してくれて、で、その後に公開されたんだけど、多分、インタビュー的にはさ、その前に撮ってるやつだと思うんだけど、なんか内容的にはさ、結構リンクしてる感じだったね。そうだね。私なんかやっぱ BEFIRST にもちょっと触れてくれてるところもあったりして、やっぱそういう意味でも見応えあったかな。うん、そうだね。なんかより深く社長の思いがさ、 テキストで分かかったりとかそうやっぱりその2月にさ、まず最初に声明あったじゃん。あの、音楽業界を持続不可能にしないための提言みたいなものからの流れだからさ、やっぱそれについて深く言ってくれたりとか、うんうん、そう、やっぱ B ファーストにね、触れてるところすごいなんか愛溢れとったよね。 そうだね。そのね、今ビーファーストに対して感じることは、ねえ、どんなことでしょうって聞いたらさ、もう感謝も愛情もたくさんあって、もうとても一つの質問では答えきれません、みたいな。なんか、ですよね、みたいな。<laughs> なんか <laughs>。 愛溢れとる感じがもうさ、うん、その一文ですごいわかるからさ。うんそうだね。なんか面白いね。社長さ、そのところの分までは結構さ、しっかりさ、受け答えしとるに、ここだけなんかすごい感情出ちゃったみたいな。<laughs> そ,うそうそうそう。なんか好きなものの話だからちょっとほころぶみたいなさ。そう。わかるわかる。 ま、その流れはさ、B ファーストの最新ツアーに170万もの応募があったりとか、直近ではドーム公演も成功させてますが、なんか、B ファーストさんどうですか最近みたいな、どう感じてますかっていう流れでさ、言われたわけだけど、やっぱりその、もちろん自信にもなったし、自分が B ファーストを通して表現していることも、まあ、彼らと一緒に作り上げているものも、世界との向き合い方も、もう絶対に必要なものだと言い続けて、まあ、ついに本当に必要とされる日が来たって言ってて、やっぱ社長的にはさ、その10年前は自分は本当に誰からも必要とされてなくて、みたいな、まあ、その中でもファンの方はいらっしゃいました。 なんかそういうやっぱそ自分のさいい意味での影響力みたいなのもつけてきて世界をほんと変えたくて変わってきていることに対してすごい思いが溢れてる感じだったよねうんそういう成し遂げる人ねおらんからね普通ね <laughs> 本当に。 うん、でやっぱあの時のその悔しいとかさ、変えたいけどまだこう自分が今すぐ変えられないあの時のことを思ったらもうさ、すごい達成感だろうね。うん、まだ途中だけど。確かに、ねうん。絶対すごい。うん。飯うまいだろうね。飯うまいじゃん。<laughs> ね、<laughs> 週間ちょっと表現があれだけど、確かに本当にご飯美味しいと思う <laughs>、うん、ぜ美味しいよね。そうそうそう。うん、なんか、こんなに美味しいってなんか、すごい、ありがたく食べれるよね、いろんなものがあ。ああ、そうだね。<laughs> うん、本当、日々の一つ一つが本当に実感だろうね。なんか、いろんなことに対して、やっぱ社長が発したことって本当に影響力あるし、すぐさ、そのメディアさんにも取り上げられたりとか、うん、やっぱファンの心を打ったりするし、う,ん、うん。そのファンじゃない方にも届くじゃんね。やっぱ一般層にもさ、なんか 例えば、ね、社長がさ、そのダンク一つ取ってもさ、そのフェスになんか持ち込まないみたいな、もう一つ取ってもやっぱり本当に色々さ、他の界隈とかにも届くじゃん。そのやっぱ、ボードのこととか一つにとってもさ。う,ねうん、う,んうん。うん。なんか本当影響力がやっぱすごいよね。確かに。 なんかまあすぐなんかさ、いろんな今取り組んでることがすぐ結果出るかわかんないけど、なんかしらのね、影響力をさ、まあもちろんね、絶対あるだろうから、って与えてるだろうからさ、うーん。でやっぱ b ファー s t は特にそれをさ、体現してるっていうのがもうめちゃくちゃ胸圧なんだろうね。うーん。うん そうだね。やっぱりそういうのって、アーティストやっぱ、ビーファーストを通して発信する方がさ、やっぱ広がるじゃんね。やっぱもちろん影響力あるし、やっぱ売れてるから。うん。そういった点でも社長のそういう思いとかをね、叶えるためにもやっぱビーファーストってなるよね。そうだね。てかやっぱさ、売れんとさ、やっぱり影響力ってもう点からやっぱ本当売れてよかったよね。そうなそうなんか、売れる売れないだけの話じゃないって思われがちだけど、やっぱ売れるってそういうことだからね。 大事だよねでもなんかやっぱさ、その、やっぱミファソってやっぱそしたらすごいね、その音楽的にも、うん、そのメンバーはすごい楽しんでて、しかもその責任感もあって、うん、みたいな中で、影響力があって、しかもいい影響を与えられるようになってて、なんでしょう。うん。やっぱ奇跡じゃん、本当に。奇跡だね。<laughs> しみじみ。しみじみしちゃったなんか、本当にすごいよね。<laughs> うん。 でもなんかさそう,そうなるべくしてっていうかさそうなるべくしてなったのももちろんあるし何て言うんだろうそういう描いてさそれに向かって進んでたのもあるし でも、なんか、目の前のことを、なんか、ちゃんとやっていったら、ここにたどり着いた感もあるし、なんて言うんだろう、ね。そうね。なんか、すごいよね。うん、なんか、道筋が素晴らしいっていうか。確かに。しかもさ、なんか、b ファーストってさ、よくよが考えれば、まあ、そのザファーストがあって、それ見たら、まあ、わかるじゃん。こういうあれで、とか。うん、その、そのザファーストを通して社長の思いもわかるから、こういうグループ作りたいんだっていうのわかるから。うんうん でそれに答えるメンバーっていうのでめちゃくちゃ感動するけど、なんかさ、あれ見なくてもさ、b ー,ーストってさ、ステージでやりたいことがパッとわかるようなステージしてくれるから、 その、こういうことを表現したいんだとか、うん、これが音楽だろうとか、そういうことを表現してくれるから、なんか、その別にストーリー知らなくても、BEFIRST のステージ見たらストーリーわかると思うよね。それでやっぱ共感を生むよね。みんな、生んでるよね。そうだね。だって直近でも我々動画出したけど、そのオーブのさ、中川さんが BEFIRST、うん、のステージ見て、うん、やっぱほら感動したってもさ、うんうん、全部伝わってきたみたいなことをおっしゃってたもんね。そうそう。やっぱそれだけさ、初めて見ても、なんか違う。 音楽に本気なんだみたいな、うん、それってやっぱすごいね、ことだからさ、感動するじゃんね。うん、確かにそうだね。我々はさ、その背景をさ、まあ、そのザストっていうものを通して触れたから、なんか知ってる部分もあるけど、そう、見てなくても伝わるってそれ相当だよね。だって、相当。うん、相当だよ。やっぱさ、TV、レディオ、マガジン、インターネット。いや、存在がメディアの進化系だよね、本当に。<laughs> すごい、ありがとう。<laughs> すごい。<laughs> 歌詞を読み上げて、ポエミーしてくれたんよ。ありがとう。<laughs> <laughs> だから本当そう、俺も好きなフレーズは、その、生き様すべてがアートなんよ。だからその、もう、生き様で表現してるみたいな。確かに、そうだね、そうだね。おもろ。<laughs> おもろ。うん、でもそんな B1st はやっぱりさ、ほら、金融リタルシー講座学んで、<laughs> <laughs> その、あの、堅実な、そのプライベートの面でも、お金の面で。確かにお金の面もさ、やっぱいろんなニュースあるけどさ、いろんなニュースあるけどさ、お金の面もリテラシーは必要だもんね、本当に。確かに。 そうだね。もちろんね、その、頑張ってるからこそ、それに見合ったものっていうかさ、その活躍してるからこそ、すごいたくさんのお金もさ、もらえるだろうけど、でも確かにその、普通に生きてたら、なんて言うんだろう、多分学生とか、多分リュウちゃんとか特に高校生だし、うんうん、そのバイトとかだけじゃ絶対さ、もらえないお金をもらうわけじゃん。うん社長はそういうのもわかってるから、なんかその、なんて言うんだろう、いいね。なんかちゃんとそういう勉強も、その若いうちからやってもらうみたいな。 講座。ねえ。そうそう。うん、なんか正直大人でもさ、全然そうやりたいっていうかさ、普通に知らないこといっぱいあったりすんじゃん。二十歳こいつでも。うん、あるあるある。 なんかさ、今でこそなんか結構金融リテラシーみたいなのって、そのやっぱ老後のためにとかさっていうので盛んになってきたけど、ここ10年ぐらいでは。なんかもっとさ、学生の時から知りたかったよね。わかるー。誰も知らんかったし、なんか誰、ね、誰も教えてくれんかったよね、次にね。そう。いや、そうな。マジでほんとそう。うもうなんかね、修正するの超大変だったから、自分を。わかる。 わ <laughs> かる, <laughs> るよね。わかる。あ、このままじゃあかんかもってなって、うん、自分でさ、<laughs> その自分でね、<laughs> そう。気づいてね。まあ、ねだからいいよね、本当にそういうのも。でもやっぱそのこれだけの影響力を持ってしまった以上の責任も感じるからっていうのでさ、その金融リテラシー講座。いいよね、うん、その、やりっぱなしにしないっていうか、ちゃんとその、守る部分も、なんかやってくれるっていうかさ。そうだね。しかもさ、そのいいのがさ、その教えてくれてて、しかもそのメンバー側も、このあれならさ、 メンバーがもうその前向きに取り組んでくれてるからなんかやっぱ改めて救われる日々ですとかそのリテラシー以外にもいろいろやってるってさそのね発表会で言ってたけどうん全部さこう前向きに取り組んでくれるんでしょでもさなんか、うん。 その人によってはやっぱりさ、なんかやってらー的なさ、<laughs> なんかただ座って終わったみたいなさ、うん、そのパターンもまあありそうじゃん、普通に。うん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 。で、なんかそういうあれじゃなくて意欲的なのはすごくなんかいいなと思ったじゃん。うん、<や>レベル高いというか、人としていい。うん。いや、めちゃくちゃいい、そう、やらされてる感を出してないっていうかさ、そういう人がいないってことでしょうん。ねえー、すごいね。 でもめっちゃいい。なんかすっごいわかる。なんか別に社長の立場はわかるとか言うわけでもないんだけど、そのやっぱ仕事とかでもさ、自分がね、働いてて、なんか提案するじゃん。うん、提案してさ、こういう施策、こういうことやってみたいんですけどって提案してもさ、そのやっぱ乗ってさ、あ、いいねいいねみたいな風にやってくれるとすっごいこっちとしてもさ、提案しがいがあるし、進める上ですっごい,やりや,いやりやすいじゃん。やりやすいです。うん、そういうことやろ。うん そういうことやね。うん、あの、あと。だそれでやりたいってさ、こう、リリースというかさ、こうみんなの前でさ、うん、なんかこう、みんなに伝えるとかなった時にさ、あんま興味ないみたいな雰囲気されるとさ、なんか、ふんみたいになるじゃん。ふ <laughs> んなるじゃん。わかるよ。そう。すっごいその人ばっか見ちゃうもんな。<laughs> <laughs> 反応しろって反の怖。<laughs> そうだね。反応せんやつね。<laughs> そ,うそうそうそう。 なんかそういうのとは違うもんね。なんかそれさすごくね、うん、多分 B ファーストじゃなくてもそういう感じなんかなと思ったらなんかいいよね。うん、まあ窓口を広げててやりたい人は来てねとかそうやれなんかもしれんけど、なんか、うん、うん、いいよね。その、いろいろ学べる場があるっていうのはいいよね、でもね。いい、いい、確かに。確かに、でもほんと BMC ってみんなそんな感じするね。B ファースト以外にも、うん、本当マジェルしっかり、トレーニングしっかり、翔太さんとかね、コアくんしっかり、なんかみんな多いっすね、みたいな感じでノリよく受けてくれそうな気するよね。うん <laughs> 確かに。みんなそのうちさ、うん、なんか、すごいなんか、貯めてますとか言い始めるんじゃない ?JO1 <laughs> とかもうすでに言い始めてない決まったとか。違ったって、純季かなえっと、すごい貯金しとるのが誰だっけな <laughs> <laughs> なんかあるよね。そう。純季か決まっただった気がしたけど、うん。どっちかがそう、すごい貯めとるから。そういう話、ついにいよいよ B ファーストが聞けるかもしれんよ。<laughs> こう、なんかこう、誰とは、何の銘柄とは言わんかもしれんけど、最近ちょっとやってますとかさ。<laughs> ちょっとおもろいなって思う確かに確かに。うん なんかいいね。なんかその財布硬いキャラみたいなの、そういうのもさ、結構いたりするじゃん、グループとかで。うん、面白いよね。うん、いるいるいる、いるいる。うんで。あとはさ、前半の部分で言ったら、やっぱりその、音楽業界持続不可能にしないための提言っていうところのくだりにね、触れてくれてて、まあ、例えばその、CD のね、プラスチックをね、減らすっていう取り組みもそうだし、なんか面白かったのが、 社長もアーティストやってる中で、キャリアもね、若手ではなくなってきた頃に、今後どうなっていくか真剣に考えないとな、みたいな。そういう時にね、まあレコード会社のそこそこ偉い方に、このままだと徐々に小さくなっていくだけですよ、みたいなことを尋ねたら、ね、俺もそう思うけどしょうがないよね、みたいな、なんかそういうのを返されて、やっぱこのままだとやばい、音楽業界終わっていく、みたいなのを感じて、やっぱでも、変えられないから。だから、 圧倒的な影響力を得て時代を変えることに使命感を感じましたっていうのから、うんうん、まあそういうのもやっぱきっかけだったっていうのが面白いよね。面白い。あのね、そうリアルななんかで裏側感あってね。うん、<laughs> なんか、まあまあでもそういうのあるよね、よくね。こうなんかあるよね。いろいろ仕事でも普通にね、うん、こうなんかあんま良くないけど、もうそういう風習だし、もう別にすること、こっちはもう大きすぎてできないよ。別にどうもできないみたいな感じ。<ー>うん。全然ある。もう今までこう来たんだから、いいよ、いいよ、今さ変えない。 いいいいいよい、いよ、みたいなんてあるよね。ある。ある。ねえでも社長はすごいねやっぱさそこでさなんかさただ裏でさ「ね、聞いたさっきの」みたいななんかさ、うん、みたいなあの人がさ言ってこう言って「わかる!」とか言ってさ郵送いうやりにならず。<laughs> <laughs> ならそれ,それ何系。<laughs> トリプル A のメンバー内でそういう話しちゃったとこと <laughs> いやいやいや。私トリプル A さん分からんからあんまり、その、どそうね、誰がどうとか分からんから、そうそう。えー、まあまあ、分かる分かる。<の>そこだけで収めないってことね。もうただの、ああ、もう全然ダメだったね、みたいな。やれやれ、みたいな。そういうのだけで終わらないってことでしょ。てうか、まあそもそもそういうさ、愚痴をまあ言ったか言ったかもしれんけど、うん、なんか結局自分がやるべきことをさ、するっていうのに変えたのがやっぱすごいとこじゃないいや。 わかる。誰も無視できない圧倒的な影響力を得ることが宿命みたいな <laughs> 使命みたいな。<laughs> <laughs> やばいやばい。<laughs> なんかまたラップみたいな歌詞や、ね。なんかラップみたいな、うん、分野で、ね、それで。うん。そう。でもまさにそうだよね。結構その、今回のさ、プラスチックの取り組みもそうだけど、その b ーファーストの CD からさ、そういう風にさ、動いてるから、やっぱり、えー、やっぱ売れてるアーティストだからっていうのはめちゃくちゃあるよね。だってそれがさ、なんか別に、そ言,いい言い方だけど売れてない人がさ、 始めましたって言ってもさ、そもそもそんな売れてないじゃんみたいにな、なんかなるじゃん。まあやっぱ影響力って大切だよね、何事もね。そうそうそう、うん、やっぱ数字っていうか、なんかその目に見える形でのね、なんかやっぱそういう、うん、あるよね。そうだね。いやー、だからさ、面白いよね。なんかさ、そのグッズで、なんか還元っていうかさ、 うん、そのレコード会社にも還元できるようにとか、その、なんだっけ、販売のところで、タワレコとかさ、そういう販売店とかにも、なんかこう、うん、結構さ、コミュニケーション取って、こうした方がいいですかね、今後のために、みたいな CD に依存、CD だけに依存せず、みたいな。うん。なんかそういう話、いろいろ社長がするんだと思ってさ。<laughs> ね。ね<え>、うん、そう。そこも、そこも面白かったわ。その CD ショップの方とも、実際にね、その話して、うん、グッズも置いて、そのロイヤリティを何パーセントかみたいな。だから、それ CD 減らすけど、うん、その分の、 ちゃんと価値っていうか、その対価みたいなのはね。ちゃんと渡しますからみたいな感じだよね。そうだね。おもろいよね。なんかあのだから、やっぱ社長レコード会社作りたかったんかね。余計ああ、そうだね。うーんでもなんかさ関係ないけどさ。この間さなんかビヨンセがタワレコ来て。 で、やっぱ、タワレコがまだあるっていうさ、その、アメリカでさ、あれ食べ、あれか、アメリカだよね、タワレコって確か。違ったっけな。うん、なんか、今さ、アメリカに CD ショップないらしいんで。あ、そうなん で、タワレコないらしいね。ないんよ。ええー、そうなんだ。だから、なんか、もうお亡くなりになってるんだけど、確か創業者の方が、日本に来た時に、まだやっぱ渋谷に普通にタワレコあるんじゃん、結構でかく。バーンって。うん、あるから、その奥さんと見に来てすごい感動して、で、タワレコのスタッフの方に、こわーって迎え入れられてるみたいなやつとかって、なんこれと思って、<laughs> めちゃくちゃいいやつあるやんと思って、なんかまだあるみたいな、すごいじんわりしとったんね、その方が。うん,うんうんうん。もう CD ショップがあるっていうこと自体がもう奇跡みたいなもんだから、今。まあ確かにね。 ね、そうだね。うん、まあ、日本も本当めちゃくちゃ減ってるとはいえ、タワレコとかね、まだ頑張ってるもんね。そう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 。だからなんか、でもなんかそ CD、まあ、日本は売れるとは思うけど、なんか、減るのもちょっと寂しいなともちょっと思ったわ。<laughs> それ見たら。うん、タワレコの創業者の方の。うん、あれ見たら。だってやっぱその、ビヨンセがさ、この間サイン会でいらっしゃったのもそうだけどさ、やっぱその、うん、リアルなテープがあるからこそのその楽しみみたいなのはあるもんね。ある、うん。良さっていうか。うん、そうだね。うん、そうだね。うん。 なんか定着してるしね、タワレコっていう、そのね、うん、やつがね。うこう、うまいバランスがね、大切だよね、なんかね、難しいね、そのバランス、ね、確,か確かに、確かに。全部減らせとかじゃなくて、やっぱその、どう一緒に生きていくかみたいなのをなんか探って日々やってる感じするよね。うんうん、そうだね。ああ、だから社長ってやっぱいいよね。そう、なんかさ、なんか革命起こすぞとかいうやつらってさ、<laughs> やつらとか。奴ら。やつらってさ、なんかやっぱ、こう、切り捨てるみたいな。 もう、うん、そのさ、自分の思想が正しいから、他者切り捨てるみたいなさ、今までのやつは悪だみたいな感じの、こう思考回路のやつらが多いわけじゃん。でもなんか、<ー>結局もっと一緒に、こうしていくには、こっちの方がいいじゃんっていうさ、提案の仕方ってすごいなんか、一番健全な気がするよね、と思ってさ。わかるわかる。うん、え、なんか、パッと思いついたんさん、イーロンフーフンとかその X になってさ。イー,イーロンフンーンフンとか <laughs> それはちょっとわからんわ、もう <laughs>。天才だろうから。<laughs> まあ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 、ある種ね。まあ結構、<laughs> そういうね、うん、うん、まあ確かにで。社長はなんかその今までの歴史とかも踏まえた上で、うん、そうなんか変えていくとこは変えたいしみたいなその上手いところを探ってる感じがやっぱいいよね。うんそうだね。うんうん。 あとさ、そもそもその CD ビジネスしかマネタイズの方法あるないみたいなそういう話になったじゃん。なんか、うん、でもそもそも経済、その世界はそもそもさ、発展してってていろいろマネタイズの方法まあ普通にあるよみたいなさ、って言ってて。で、しかもその B ファースト、まあ BMSG 全体 CD のさ、その利益、そんな5%から10%とか、うん、だから、やっぱそもそも今だったらファンクラブとかグッズの方が利益はいいし、やっぱオンラインサロンとか、そういうのはもう本当に 収益が大きいって言ってて、だから、アキテク入ってくださいって言ってたね、か。<laughs> <laughs> あの、あの流れめっちゃ好きやった。その <laughs> うん。勧誘と思って。<laughs> ね。潔かったよね。なんかその <laughs> <詐欺>。<laughs> オンラインサロンなんてまさにそうだよね。それやっぱその自分が発信して、うんうん、そのなんか、まあ詳しいやつはあんまりわからんけど、そのインスタライブとかさ、その、ここだけのお話みたいな感じをして、しかもそれがめちゃくちゃ社長の言葉だから面白いっていうさ、すごくいいあれだもんね。うん、しかもそのなんていうの、そもそもアキテクのあれはさ、まあそういう見、その見返りというかさ、特典みたいなもの、ものはあるけど、 そもそも応援してくれる人入ってねっていうことやねかあれって。なんか分かりやすくその。もちろんそれもっと近づきたいっていう意味もあるけどそのなんだろう。 私さ、よく CD さ、買うときって、本当にその人に、ご、美味しいご飯食べてほしいから買うみたいな感じなんねそれと同じだと思うよね、やっぱり。ああ<ー>、わかるわかるわかる。確かに確かに。それが物なのか、配信な、うん、配信への、そのあれなのかっていうとこだよね。そう。で、私なんか物本当はいらんから、うん、アキテク、すごい当たっとる人なの。<laughs> 多分、わかるわかる。かるかるアキテクが多分一番しっくりくるやつかもしれん、私は。うん、思考的には。そうだ、ん、ね、そうだね。うん 確か,確かに、確かに。だって、もうほんと CD とかなくたって曲なんて聴けるもんね、本当はね。曲聴けるし、そのコレクター魂もないから、聞いたのさんはすごいほんとに博士みたいな。<laughs> もう後ろがほんとに博士みたいな、でーっかいたのにさ、さささささズってこうブてさ、ブルーってさ、もう、ブルーって並んどってね、コレクターって感じだけど。そ,そう。いそれ見るがもね、それ見ながらお酒飲むの、お酒飲まんけど。<laughs> その飲むの、いいのよ。その、は、いいな。いい眺めがいいなっって。いい。<laughs> あれやろちょっと場所とかたまに変えたりせんが、ここでさ、なんか、ジャケットちょっと見えるようにしてさ、飾ったりするああ、全然、その、普通、普通はさ、その、なんていうの、背面っていうかさ、そのさ、バーって並べるけど、なんか、新婦は、ジャケット全部見えるように置いたりとか、あるよね。ああ。手当叩いちゃった。楽しくなって。<laughs> い,やいや、いいね、俺なんですよ、の話はゃう。 いや、おもろいね。だから、うん、キーターさんほんとなんか、いいね。おもろいね。そう。じゃ逆だもんね。うん、俺は欲しいから、もの<逆>。欲しいで欲しいから。うん。私、いらんから。<laughs> 本当に。<laughs> で、以上でね、今回は、スカイハイ社長のリアルサウンドの記事についてお話ししてったんだけど、いい,いね。やっぱその、まあ、企業発表会からの、ね、流れもあってさ、まあ、テキストでもね、こうやってお話ししてくれて、しかもビーファストへのね、愛みたいな。ちょっとなんか思い溢れてあんま言えないみたいな社長とかもあって、面白かったね。<laughs> なんか、乙女感があるっていうか、なんか、ちょっとこう、うもう言いすぎないようにしようみたいな雰囲気ちょっとあるっていうか。あるある、わかるわかる。声 <laughs>、うん、しとるなんか。<laughs> あの、燃え袖が忘れられん、私はもう。ジュノジュノン、ンいや、それネクスジのユキ君だから。<laughs> 違いわからんから、ね、みんなね。声じゃわからんよね。わからん。 まあでもと可愛くて仕方ないんだなっていうのはすごい伝わってくるよねそうだねだからさ BMC 時の次の活動が楽しみだよねそうだねー <music>